突撃あの人にテレアポしてみようのコーナー。何も1月5日にね、はいはい、控えている大石さんの配信、ね、ワンマン、ワンマン少しでも多くの人に見てもらいたいなと、うん、いうことなので、はい、僕自身ね、はい、僕が売りつけます。あ、もうじゃあ最初の方につないでいただいても。あ、もしもーし、サウスのシナです。あ、シナさん、お疲れ様です。お久しぶりです。久しぶりです。何、何の電話これ。あのシナさん、うんこちゃんですか。加藤11です。おおおおおシナさん、お疲れ様です。お久しぶりです。おい、どうした。早速なんですけど、僕の先輩も尊敬する。やだ、ちょっと待ってください。シーナさん、あの大石さんが 1月5日に配信ワンマンをするんですよ。あ、知ってるよ。 ありがとうございます。嬉しい。ご存知ですか。で、知ってる。価格が1000円なんで。知ってるよ。何あれ1000円って。そうなんですよ。最悪なんだろ。はい、すごいですよね。やばいって、大赤字だって配信システムにかかる金っていうのはバカ高いから。そうなんですよ、ね、なんでちょっと椎名さん買ってもらえないですか。ちょっと1枚買ってほしいなと思って。ちょっと待って、はい、こっち今仕事で忙しい中で、はい、お前たちから電話かかってきて、はい、チケット俺に売ってるわけ。いや、はい、本当に普通に買ってほしいなと思って、椎名さんに。お前ら後輩として間違ってた。いや、椎名さんだったら買ってくれるかなと思って。ちょっと、椎名さん優しいから、なんか無茶も聞いてくれるかなと思って。普通にセールスです。10枚くらい買ってやるよ。10枚くらい買ってやるよ。すごい。マジっすか。もう買う買う。やった。え、本当ですか。もう全然いいよ。いやー、椎名さんありがとうございます。椎名さん、一口1000円です。見ないけどな。見てください。見て感想も教えていただきたいですね。僕も見るんで。ちょっと一生懸命やってますんで。ごめん、大石さん、なんであれなの、その、1000円でライブやろうって決めたの。いや、もうとりあえずいろんな人に見てほしいな、その、それこそね、椎名さんにも見てほしいなと思って、価格を限界まで下げたんですよね。いや、限界超えて赤字の値段までいってっから。ほら、もう、同業者だから分かる、この痛み。ね、嬉しいわ。さ、違うんだよ、聞いてくれる2人。はい。1月の5日って言ったでしょ。はい。俺、12月の30日が誕生日なのよ。おお。で、その日に俺もライブで配信も含めたライブやるのよ。おお、はい、そこの配信のチケットとか俺5000円とかそんなするぞ。ああ、もう普通ですよ。全然普通ですよ。それがだから普通なんだって。だから、はい、お前のせいで俺のチケットが高いって。いや、そんなことはないですよ、絶対。そんなこと絶対思ってないですよ、誰も。みんな分かってますから。本当？本当ですよ。絶対そんなことないです。じゃあ買うよ。本当ですか。嬉しい。買うし、ちゃんと俺1月5日多分仕事じゃないと思うからさ、見れるよ。もうすごい、さすが椎名さん。もうめちゃめちゃ楽しみにしてる。うわ、嬉しい。あ、よかった。ありがとうございます。椎名さん、あとなんかその買わせるだけじゃちょっと申し訳ないんで、なんか告知などあったら今ぜひ行っていただきたいなと思ったんですけど。逆に今の俺の12月30日の配信9枚ぐらい買ってよ。僕じゃ1枚買います。じゃあ2人で1枚です。2人で1枚です。すいません、2人で1枚買います。ごめん、2人さ、はい、マネージャーがさ、俺に携帯見せるのよ、今これって言って。はいはいはい。番組中じゃん。番組、そうそうですよ。番組、あ、それ伝えてない。普通に何も聞いてなかったよ。ちょっと、椎名さん、ごめんなさい。今、生放送でなかったんすか。これ、やべえ、何、俺、ごめん、俺、素で話してたわ。これ、プライベートったら、おいしくん、超やばいやつですよ、俺ら。おいしくん、はいはい。何枚でも買います。さすが椎名さん。椎名さん、さすがやわ。さすが椎名さん。さすがやわ。もう言ってよ、ごめんなさい。ほんとに、ほんとに申し訳ないです。すごい楽しそうに話してるから、居酒屋かなんかで、こいつらソーシャルディスタンスも、ね。ちゃんと守ってます。なんだよ、もうそういうことで。いや、ほんと楽しみにしてるよ、頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんとに嬉しいです。僕たちもちゃんと応援します。これから何、誰かに電話したりした、何、俺何番目この電話。あ、椎名さん、トップです。トップです。あ、じゃ、何枚でも買うよ。もちろん1番ですよ、椎名さん。いや、ありがとうございます。椎名さん、ありがとうございました。ありがとうね。はい、失礼します。番組っていうことぐらい言おうよ。さすがによ。ねえ、
しかもさ、はい、番組じゃなくてプライベートで俺たちから電話かかってきて、うん、買うよっていうのってやばくない？しかも俺たち、うん、番組とか無視して買わせてると思われてるんですか？買ってよ椎名さんやばいヤンキーの子いや買ってよ先輩みたいな感じで剣振り付けてるみたいな。めちゃくちゃ多い。俺たちの株下がりましたよ絶対。俺多分明日音楽業界いないんじゃないかないやでもさすが椎名さん、椎名さんさすが。もしもし、あ、もしもし、お疲れ様です。お久しぶりです。山田さん。誰？あ、加藤純一です。お、お。お疲れ様です。山田さん。何何？今僕あの生放送のラジオ中なんですよ。え、また延長したの？いや、してないわ。山田さん、今僕早く謝れって。すいません、あの山田さんがちゃんとね直接顔見てまたしっかり謝らせてもらいます。そうだよ、こんだけ待たせたらもう今世の中も納得しないもん。俺もう開け禁止開けて謝ってるんですよ。山田さんが見てないだけで俺禁止開けたんですよ1ヶ月前に。開けて謝って一応味噌に。なってるもん。いや一応あの俺は期間ギリギリ間に合いました大丈夫です。いやーえだって結果的に楽器の使い出るの。俺じゃない。だから俺じゃないって山田さんそれ。俺じゃないっす俺。あ、ごめんなさいごめんなさい。今僕言った方がいいよ。山田さん山田さん今いやいろいろ心配してる。山田さん山田さん今僕ピザラジっていう僕のあのレギュラーのラジオやらせていただいてて、お久しぶりです。大石です。大石正義です。まだ社会復帰ダメです。出てるの。僕は 10月26日に社会復帰しました。ダメだ。山田さん認めてない。いや、まあ、なんとかこれからまたね認めていただけるように今あの信頼を回復してってところです。まずはやっぱりその相方と仲良く全然喋らせてくれないや俺に。山田さん、うん、まず大石くんが一番心配してると思う。そんな大石さんが今隣にいるんですよ。あと相方のモコウとかも。モコウは相方じゃないけど。一応全員に謝りました。謝ったの？俺には会いにも来てくれ。だって山田さんはちょっといろいろねタイミングが合わなくて本当会いたいんですけど。大丈夫なそれでなんかもうみんなエモンたちは元気にしてるの？いや一応元気にして今あのコメントの方でも、ホワカマ来たっていういっぱいあの歓喜のコメントが流れてます。嬉しいね。どうもホワカマです。いかがお過ごしですか？いや山田さんお疲れ様です。すいません忙しい時に。いや嬉しいね。またこれで何か俺のツイッターのフォロワーとか増えるのかよこれ。いやもちろんその最後に告知はしていただこうと思ってるんですけど、その前に告知もすることないんだね。いや、いつ俺を YouTuber にしてくれるの。山田さん全然してくれないじゃないか。山田さん、まずね、僕山田さんにお願いがあるんですよ。俺の方が君にお願いだ。いや違う、まずはやっぱ僕から山田さんにちょっとお願いがあるんですよ。おかしい、今年は俺はね、オリンピック、パラリンピックの司会とかいろいろあっちゃった。あ、ねえ。あ、そっか。多分このノリだと俺と山田さんの話1時間ぐらいになりますね。そう、オリンピック・パラリンピックの話し始めて。電話なんかしてきた以上も。じゃあなんならあと3分で番組終わるんですよ、俺ら。久々に話せたと思って。ねえ、お久しぶりです、本当に。ご心配かけていっぱい。そうだよ、元気なんだね。一応僕は、はい、コツコツやらせていただいてます。そうか、やんな、心配かけたって、はい、慌ててお母さん生き返ってきたんだよ。あの、母親にもちゃんと空に向けてすいませんでした、謝りました。本当に、お墓の前ですいませんって謝ってきました。勝負じゃないギリギリ、ギリギリ許してくれたと思います。はい。うん、もうあれか、あの、お父さんは早く追いかけてって。一番まだ元気に、元気も元気です。ちょっと山田さん山田さんねえ、山田さん聞いて山田さんどうしたどうしたあのね、本当に山田さんよう喋るわこんな、山田さんあのね、山田さん聞いてくださいよ。あの、僕の隣に一緒にね、ラジオやらせてもらってる、ラジアにも遊びに行かせてもらった大石正義さんが、あ、大石です。お久しぶりです。あ、今と、今度覚えてない。お隣にいるんですよ。で、ワンマンライブを、1000円でやると。はい、うん。1月5日に配信であるんですよ、うん、そのチケット買ってほしいなと思って山田さんに。お前何、いよいよ何、大石さんのチケット何、こうノルマがあるなんかいい、俺は応援したいから山田さんだったら買ってくれんじゃないかなと思って。それ、はい、すげえな、大石さんもそんな人になっちゃった。そんなことないですよ。そんなことない、そんなことない。皮肉めいてる。
あんまりだわ。いやなんか山、考えちゃう。一緒に買ってほしいなと思って。そんなにいくらでも買います。ああなるほど。嬉しい。やっぱ山田さんだよ。買ってそのままあれでしょ、あの入り口で配ればいいんでしょ。山田さんも一緒に売りそう。山田さんめちゃくちゃめちゃくちゃ売ってくれそう。売りますよ、2000円で。あと久しあのね、山田さんと会えなかったから久々に喋りたいなと思って山田さんにかけちゃいました。なんだよ、はい、嬉しいね。元気なんでしょ。元気ですね。はい、ちょっとさっきね、JALさんにも電話して、はい、このお礼は、はい、俺のもう一個やってるショールームの番組に出てくる。全然この前俺が出させてもらったやつね。はい、そう、はい、そうだよ。もう普通にね、普通のルセキのルートで頼んだらもう純ちゃんのキャラが高すぎちゃう。そんなことないっすよ。山田さんだったら僕も走ってきますよ。純ちゃんのキャラすごいんだ。いやいや、そんなことないわ。絶対そんなことないっす。びっくりだから。山田さん、じゃあこの後配信終わったらまた僕の方からご挨拶かけるんで電話。もう番組終了の時間になっちゃったんで、ちょっと話の腰折っちゃって、します ね, ね、申し訳ないんですけど、ね、うん、はい、てるから今なんで、はい、うん、山田さんもじゃあ買ってください。ありがとう、分かった、買う。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、振り込めばいいの。いや、それ、もろもろ送ります。じゃあ、俺の口座にまず先に振り込んでいい。なんで俺たちが振り込まなきゃいけない。山田さん、ありがとうございました。ありがとうね。うわ、なんか山田さんと話した感出たわ、今すごい。喋る隙がないです。僕、何回か、どうもお久しぶりです、大石ですって言ったけど、あんま覚えてないけど。ちゃおもろいやん、お前。山田さん、今。山田さん、最高やわ。あのね、うん、皮肉めいたこと言ってるけど、はい、久しぶりに俺と喋れて、はい、ちょっと照れてました。今の感じ。ちょっと今の感じ。可愛かったですよ、山田さんが。すごいな、はい。僕、なんか可愛い大人なんですよ。嬉しい。最近そういうのが分かるようになりました。さすが、はい、もう山田さん、やっぱすごいわ。うん。